どうもドライトです。今回もコメント欄にあったお便りにお答えします。まずはこちら。今ミニゲームを作っていますが、プレイヤーの復活地点をランダムにするコマンドを教えてくださいというものがありました。そしてもう一つ、統合版マイクラの、プレイヤーが死亡したらコマンドが発動されるコマンドはないですかというお便りがありました。この2つのコメントは同じ内容なので両方お答えできます。ということで今回はリスポーンした後にコマンドを実行する方法について紹介します。このコマンドは確かにミニゲームでよく使います。自分の作っている PVP 人狼や13日の金曜日にも使っています。ミニゲームを作る方は覚えておきましょう。まずはリスポーン地点の設定をします。ここで気をつけないといけないのは、ミニゲームのステージにベッドを用意してしまうとベッドの上にリスポーンしてしまうので気をつけましょう。そしてこれがリスポーン地点の変更のコマンドでございます。それがこちら、スポーンポイント @a-170-40-60 で、ここですね、この真ん中の地点をリスポーン地点に設定します。リスポーン地点を設定したら、この範囲をテスト4コマンドで検知します。リピートのコマンドブロックで設定して、この範囲に入ったらコマンドを実行するという風になります。つまり死亡してここにリスポーンしたらコマンドが実行されるようになります。これが視聴者さんが知りたかったことその1かと思います。コンパレーターを挟んでここからコマンドを実行します。ランダムにテレポートする方法ですが、これは2種類あります。以前紹介したスコアボードを使ってランダムテレポートする方法があります。今回は簡単に説明します。まずはリスポーン地点の範囲のプレイヤーにスコアボードでランダムに数値を入れます。スコアボードプレイヤーズランダム @a で範囲設定して、オブジェクティブス名で今回は4箇所にします。そして今回の4箇所はこちらですね。この黄色いとこですね。黄色いコンクリートとオレンジのコンクリートと紫のコンクリートと、緑のコンクリート、この4つに設定します。そしてこちら1234とありますが、残りの4つはこのように設定します。テレポートコマンドで範囲設定して、スコアボードをそれぞれの数値に設定して、テレポート先をそれぞれの場所にします。これで完成です。それではやってみましょう。まず一度やられます。まあ、キルコマンドでやられましょう。はい。そしてリスポーン地点が先ほど あのエメラルドブロックの中に設定したので、まずそこへ行きます。はい。するとすぐにテレポートします。今回はこの紫のところへテレポートしました。じゃあ次はどうなるか試してみましょう。はい、死にます。そしてリスポーン地点へ行ったらすぐにテレポートが行われて、また紫になりましたが、もう一回やってみましょう。これ毎回変わります。はい、オレンジになりました。はい、何度も何度もやられてみますと、はい、今度は黄色になりました。これがですね、リスポーンしたらランダムテレポートする一つの方法です。もう一つのコマンドはスプレッドプレイヤーズというコマンドです。このコマンドはランダムな場所にエンティティをテレポートするコマンドです。これはまだ紹介していないので詳細にお伝えいたします。コマンドの内容がこちら、スプレッドプレイヤーズで最初の数値は X 座標の中心で、次の数値が Z 座標の中心となります。で、次は最小間隔で、これは複数のエンティティを配置するときにエンティティとエンティティの間隔のことです。最小で3マスはエンティティと離れるようになります。次の数値は最大範囲で、中心から範囲の端までの大きさを指定します。先ほど決めた X と Z の中心から半径の最大範囲になります。まずこちらのクォーツのブロックが中心点となりまして、今回半径を14にしておりますので、ここですね、最大ここまでテレポートするということです。それが半径なので、こっちにもなるし、こっちにも行きます。もちろん、こっちにも行きますね。こっちが X なんで X の方も行きます。はい、こっからここまでの範囲ですね。こっからここまでで、こっから、ここまでで、こっからここまでという範囲になります。さらに円形ではなく四角になりますので、この四角ですね、こういう感じに、範囲になりますね。はい、ということでこんな感じでございます。このレッドストーンの四角の範囲内のどこかにテレポートするというコマンドになります。最後にセレクターです。セレクター引数でリスポーン地点の範囲にします。これでその範囲のどこかにテレポートするというコマンドになります。それではやってみましょう。まずはキルコマンドですね。キルコマンドで得られます。そしてリスポーンするとテレポートします。はい、
そして今回はここに止まりました。まあ、このようにレッドストーンブロックを置いてみましょう。で次も死にます。で今度はまた違うところにテレポートします。はい、先ほどはここだったんですけど、今度はこっちに移りました。これ何度も何度もやりますと全然違うところですね。この範囲内、このようにですね、広範囲でいろんなところへランダムにテレポートするので、こちらの方がいいかと思います。ただしこのスプレッドプレイヤーズのコマンドには弱点があります。これは Y 座標設定ができません。つまり高さの設定ができず、高さのテレポート先は一番高いブロックの上にテレポートします。なので地下でやる場合には使いません。天井がこちらのバリアブロックでもですね、バリアブロックの上にテレポートしてしまいます。天井がなければ使えますが、地下など天井がある場合には使えないので気をつけましょう。それでは一回やってみましょう。まあ、このようにですね、天井にですね、バリアブロックを敷き詰めておりまして、これで死にます。キルコマンドで自分を死にます。そしてテレポートすると、はい、上に来ちゃうんですよね。これはバリアブロックの天井に来ておりますので、このようになります。もう一度やっても、何度やっても、はい、天井、一番上の天井に来てしまいます。スプレッドプレイヤーズコマンドでランダムにテレポートする場合は、天井があるとなかなか使いづらいコマンドでございます。続いて、やられたらコマンドが実行されるようにします。もしテレポートと併用するのであれば注意が必要です。それはテレポートは必ず最後にすることです。先にテレポートしてしまうと、その場から抜けてリスポン地点からいなくなるので、セレクター引数で範囲設定しているコマンドが実行しなくなるからです。そのことを踏まえて紹介します。今回はやられたら手持ちのアイテムを消し、透明化になって死なないように再生のエフェクトを入れるようにして見学するというコマンドを入れてみましょう。まずここは先ほどと一緒です。そしてコンパレーターが起動したら、クリアコマンドでアイテムを消し、エフェクトで透明化を入れて、再生を入れます。そしてセレクター引数はリスポン地点の範囲です。そして最後にランダムテレポートを入れれば完成です。それではやってみましょう。まずはアイテムを持っています。はい、透明化にもなってません。そして再生のエフェクトも入っておりません。そして、キルコマンドで、自殺をしてやられます。そしてリスポン地点へテレポートしたら、アイテムが消えて透明化になって再生が入ります。そしてランダムテレポートで、今回はこの紫のところにテレポートしました。はい、これが視聴者さんが知りたかったことその2だと思います。以上、リスポン後にコマンドを実行する方法でした。ミニゲームを作る際にこの方法は役に立つので、ぜひぜひ参考にしてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。